水青い属は、水青い家に属する属。淡水に生える、中水性植物で一年草。茎は、横に生う根茎になって斜上して、葉が、束生するか、または、短い休憩状になって、葉が、根生する。葉心は、線形、肥心形、心形、または、矢尻形で、傭兵は膨れない。家系の上側の葉は、ストとなって直立する家系を包み、 家茎の下側の葉は、幼少となって、上側の筒を包む。花は、双状果女、塩水果女、または、三型果女になってつく。花は、両性花。可比片は6個あって、基部まで理性し、内可比片が、やや大きく、色は、青紫色で時に緑色がかる。湯水は6個あり、内5個の役は、黄色で小型、残りの1個は、紫色で大型になり、 薬は花糸に底着する。脂肪は上位で産出。胚種は多数あって中軸腹座につき、中東の先端は登場になる。果実は果てとなり、放ースっかする。種子は小型で縦に量がある。アジア、アフリカ、オーストラリアの温帯から熱帯に分布し、8種あり、日本には2種が分布する。学名は、モノチョリア、ザプラントリストから、び、 分布地は妙水葵族の水葵は、水葵のイで、水に生え、葉がいに似るため。また、俗名、モノチョリアは、ギリシャ語で、モノチョリソウからなる語で、一つの、話すの意味で、ユーズイの一個が、他の五個と異なることから来る名前。ありがとうございます。